とある。あーすごい、バーのコーナーですね。カクテルです。あ、こっちは結婚式ですよ。公開結婚式です。あ、公開プロポーズ。はい、素敵ですね。誰かやらない。やってたら撮りたいよね。誰かいないんですかね。かわいい。あ、そうなんですか、素敵。あ、ゼクシーなんですか。あ、そうですよね。あ、はい、ちょっと話を聞かせてください。ここは何のブースですか。え、あ、ゼクシー あのブースになります。ここでは何をしてるんですか。ここではですね、あの CM と全く同じような、場面でですね、写真が撮れるんです。はい、子供から本当に大人までこんな感じです。あ、素敵ですね。はい、はい、はい、あ、ぜひ来てください。いい写真撮れます。やってみよう。体験してみてください。今ちょうど来ました。あ、かわいい。うわ、いいな。あ、いいね、かわいい。はい、あ、素敵。みんなも入る。かわいいね。いいな、かわいい。あ、変わりましたね。素敵ですね。あ、かわいい。いいね。かわいい、かわいい。かわいい。じゃあこちら写真。はい。はい。チーズ。あ、かわいい。あれ違うとこ見てる。あ、本当。やばい。ごめんなさい。はい、すごい、いいですね。ありがとうございました。頑張ってください。チャリティーカクテルですね。150人でってのはあるの。150人っていうのは明日です。はい、明日の夜だったと思います。かっこいい。いかにもこうバーテンダーさん。あ、見たい見たい見たい。作ってるとこ見せてください。何注文されたんですか。横浜っていう。あ、これですか。はい、あ、プロです。すごい。あらら。これがあるから困るんだ。カメラ目線で。ありがとうございます。飲みます。仕事中ですけど大丈夫ですか。後で終わったらこの、はい、何を頼まれたんですか。テキーラサンライズ。はい、美味しいですか。カクテルは美味しいですよ。何の味がしますか。分かんないです。今度は大丈夫です。はい、はい、気楽に言ってください。はい、どうぞ。テキーラサンライズこちらでございます。はい、あ、こっちで作った。そう、はい、ごめんなさい、すいません。院長のほう行った。院長に、ね、ちょうどね、バーで150人なんですよ。そうなんですね。すごいですね。明日はデックからですね、バーテンダーを、150名の方が横浜に集まっていただいてですね、北は北海道から、ちょ南はちょっと、名古屋までなんですけども、皆さん150人が集まっていただいて、あちらの舞台の方でですね、一斉に、150年を記念して150種類のカクテルを150人で一斉に作ります。すごい、はい、でそれも制限があるんですけども、全部飲めるようにしてますんで、はい、多分初めての
企画なんです。ですからぜひ皆さんこう、カクテルの街横浜っていうことをねしていただいて、はい、ぜひぜひ、すごいと思います。僕も今まで多分こういうのないんで僕もちょっとドキドキしてますけど、いや楽しみです。ぜひ明日6時15分からステージの方で。はい、わかりました。ありがとうございます。頑張ってください。